契約の話をしに来た。契約？ああそうだな、承認したような覚えがある。どうも化け物が市民を襲っているらしい。オクセンフルト中の排水路に死体を捨ててやがる。自分で調査しないのか？今は戦争で忙しい。排水路を掃除してる暇などないんだ。仕事を引き受けよう。詳細を聞きたい。知る限りのことを教えよう。犠牲者の死体を調べたい。ただの死体だぞ。傷を見るんだ。怪物の種類がわかるかもしれん。医者に聞け。死体が焼却されたかどうか知っているだろう。川岸の小屋にいるはずだ。我が軍の死体安置所になっている。目撃者は？怪物を見た者はいるか？ある女性が襲撃を生き延びた。それ以来常に酒を飲んでいるらしい。話がしたいならオクセンフルトの酒場を当たれ。報酬の件でごねたりしないだろうな。ああ早く片付けたくてね。医者だな。怪物の犠牲者を見せてほしい。ああそうだな。まだ焼却していない。手配しないとな。検視はまだやらないのか？必要ないだろう。安いワインの匂いがする物乞いやホームレスだぞ。見ても構わないか？はっきり言うと嗅ぎ回ってほしくはない。命令書を持って戻ってこようか？やれやれ、強引だな。ほら、死体安置所の鍵だ。好きなだけ見ろ。彼は酔っていた。誰かに砂利の上を引きずられた。首に牙の跡がある。吸血鬼が血を吸ったんだ。吸血鬼の髪跡と酒の匂い、他のものと同じだ。赤を赤、黄色を黄色、白を白に切り替える。被害者に一杯おごってくれる？怪物について教えてくれ。襲われた時のこと。話すにはもう一本ボトルがいるわ。君は俺の知りたいことを全て話す。ボトルがなくても。ええ、話すわ。あの夜宿屋を出たの。一杯か五杯飲んだかもね。でも絶対に幻覚なんかじゃない。何かが路地から私の名を呼んだ。暗くて何かは見えなかったけど、あれは人間じゃなかったわ。絶対確信があるのか？ランにわかるのよ。スカートの裾をつかまれたけど振りほどいて逃げたの。それだけ？ほとんど見てないな。あんたも信じないのね。クソったれ、みんなクソったれよ。ヒーロー男はどうすりゃ。使い古しのブレスレット、メッキの下は銀だ。女の手首には大きすぎる。犯人が落としたんだな。宝飾品への思考、犠牲者の死体にある傷、全てが肩感を示している。だがこの吸血鬼は酔っ払いの血が好きらしい。それで誘い出せるな。ああ、
前か。何の用だ。ベロベロに酔いたい。安いワインでな。女と揉めたのか、それとも仕事で失敗したのか。いや、仕事の一環だ。前金で払ってもらうよ。すごい、どんどんつくんだ。ビコバロから来た娘、夜はお堅く、朝は奔放。朝っぱらから。そこの者、どこへ行くつもりだ。言う必要があるか。ここは軍事作戦区域だ。戦時税を徴収している。俺にウォッカをおごる金を集めてるように見えるが。情報の容疑で告発されても、そんな口が聞けるかな。さあ黙って払え。ビタ一文払う気はない。諜報員だと思ったんだ。ラドビット王の名のもと貴様を逮捕する。ああ、やってみろ。何をしてるんだ。不審な人物を捕らえました。諜報員です。ウィッチャーが諜報員ならお前は将軍だよ。また金をゆするのを見たら前線に直行させる。東部の前線だ。それとウィッチャー、この区域をうろつくのは避けた方がいいぞ。ありがとう。じゃあな。くそ。3人目の娘は襟好みせず、立ってる男なら誰にでも許した。朝っぱらから。一体何なんだ、まったく下品なやつね。最後分かった分かった。まったく。血の匂いがするぞ。出てきて戦え、クソ女。あの肩感はどこだ。聞こえるぞ。昨日また死体が見つかったそうだ。血が一滴残らず抜かれてて。川沿いの小屋へ向かってる。市民を殺していた怪物を倒した。町をうろついていたのはカタカンだ。本当か。だがカタカンとは何なんだ。上級吸血鬼だ。これはとりわけ興味深い事例だ。
汚らわしい化け物がどう興味深いと。こいつは酒好きで増長しきった自我の持ち主だった。肝心なのはそいつを殺したことだ。その点は称賛しよう。またな。